巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です。平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルヴィン行かせてもらうよ。待て、アンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソガキ、狭い赤星がある。平地では立体起動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かってる。馬があれば追いつかれねえ。移動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。あっと、邪魔しないでほしいな。またどこか行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。連弾、苦戦してやがるのか。怪我するなよ。私も行きます。点設置のための物資を配送で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝え。俺の敵じゃない。あの縁だ。ヘドランからだ。まだ近くにいるはず。あれか。
庫を見つけなきゃ。今会いに行くよ。待ってください、ハンジさん。行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦、勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。続け兵長、私も行かせてください。分隊長すみません、これ以上は。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。巨人のクソになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。ハンジさんの犯人はなりたくないかも。まとめて相手して。危なかった。ああ、殺しちゃった。
重な被験体になったのに。黙れクソメガネ、部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章、壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼラングナ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した、表情を変えた、私に敬意を示すような姿勢をとった。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これはイルゼラングナーの戦果だ。